七種の話。はい、ということで始まりましたね。はい、いやー、2016年ももう終わりですよ。この前始まったばっかなのに。ねえ、なんだこの速さは。あっという間だよね。ちょっと困っちゃうわ困っちゃうわまあまあ今回はね、まあ、何かというと、はい、まあ、年末なので、まあ軽く振り返っていきますか。そうっすな、うん、今年何かあったかな。なんか結構いろいろあったんだけどね。ほう、どうすか杉浦さん、何かありました？今年僕は、今年はまあ課金しすぎましたね。おお、いいね課金ね。いきなりゲームの話だ、うん、課金王です。課金王、まあ、来年は控えようかなと思います。ああ、それはあるね。ちなみに何のゲームやってました？あ、白猫っすね。ああ、白猫ね。はい、うん、でもさ、なんか一回白猫をやめたっつってたけど、あれからどうなの？もうやってないっす。あ、やってないんだ、はい、あ、もうやめちゃったんだ。はい、そうかそうか。小遣いをね、うん、全部全部持ってかれると。もうほぼ持ってかれてますね。お、僕は相変わらず課金してますけども。お、うん、あ、でもね、前よりは少なくなって。本当に？うん、ほんとほんと、諦めるようになったというか。あ、うん、欲しいやつをさ、もう狙っていっちゃうと、はい、結構ハマっていっちゃうからさ。そうですね。そうそう、諦め肝心ということ で、 そうです。課金以外は？課金以外ですか、うん、課金以外はなんかちょっとプライベート的なとか、なんかないですかね。あ、音楽的なあれでもいいし。音楽的な、うん、うん、まあ、そうですね、年々ドラムの仕事が減ってきていると。ほう減ってきてんの？そう言ってもじゃないの。だってそうかな、今年もだってあれじゃん、ニコニコ関係のさ、ライブ出てたでしょ。まあ何回か行ったけど、やっぱなんか少なくはなってきてるな。そうなの、そうか、まあ、結構そのまあ7試やっててね、その杉浦さんはニコニコのライブとかそっちのイベントの方行って、はい、俺はなんかいろいろ楽曲提供とかさやってるって感じだけど、割と、うん、杉浦さんはなんかライブやってんなっていうイメージはあるけどね。もうね、やっぱりその、ね、道のプロの人にお願いする形が多くなってきてますしね。あ、そういうこと、はい、もう叩いてみたの人じゃなく。そうですね、やっぱり一流のこう、一流のドラマーにちゃんとお金を払ってね、こうやってもらえる人に。なるほど、そういう感じになってきたんだね、はい、俺は結構なんかね、そのあんまり記憶にないんだけど、ほうほう、なんかいろいろやったなっていう感じはある充実感はある。充実感は、まあ、ほんとあっという間だったから、なんかこうなんか分かんないっていうのが正直だけど、うんうんうん、なんか割といろいろやったなっていう達成感はなんかあるけど、はいはい、うん、例えば、そうそう、例えばなんか太鼓の達人でさ、はい、その配信されたりとか。ああ、うん、寝ても曲がね、いや、もう皆さん、まだまだ配信してますんで、聞いたことないっていうか叩いたことない人はゲームセンター行ってみてください。はい、 3DS に入ったりとか。おお、そうだ、家庭ゲーム機デビューしましたよ今年は、ね、うん、あとあれだね、就職仕掛けたっていうのありましたね。それはこれも結構でかいと思う、うん、割とその仕事とその音楽の割合というかバランスは結構今は乗ってるっちゃ乗ってるかな。お、いいね、いいね。そう、モチベーション的にもいいね、いいね、いいっちゃいいかなっていう感じですかね。そうだ、七子としてはどうなんだろうね。まあ七子もだってあれだよね、12月でもう丸3年。おお、もうそんな経ちますか。そうそうそう、まあ無事そのドラム撮りがね、今12月の曲のドラム撮りが終わったんですけど、はい、無事そのレコーディングが終わって、あとは仕上げるのみという状況なんですけどもね、まあ、無事達成だよね。やったぜ、うん、これで36曲目。おお、そうね、まあなんかそれこそあっという間っていうかねあ、もうそんないったみたいな感じだけど ね、うん、まあなんか続けていこうかなとは思ってますよ、うん、全然。はい、なんかこうまだ 36曲、まあ、連続1ヶ月こうね、こう36ヶ月連続かっていうのは、まあよくよく考えると多分すごいとは思うんですけど、うん、まあ、なかなかこう凄みがまだいまいちこうないじゃない
というか36曲か、まあ別に普通かなみたいな風にはなんかちょっと取られそうっていうか、まあそうね、単純に数字のあれだ ね、そう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 、まあ、連続でやってるっていうことに対してはやっぱ、うん、自分たちもさ割と誇れるというか、うんうん、あ結構 頑張ったなみたいな、うん、まあ、あるけどパッと見でこう36曲打った時ね、みんなが聞いた時ああ、まあそうねみたいなぐらいだと思うから、そうですね、もうちょっとそう続けてさ、うん、50曲ぐらいいったら、おお、すげえ、すげえじゃんって、こう、思ってくれる人もね、いると思うから、うん、まあ、このペースで、まあ、このペースで、続けてい、こうと。80歳までやりましょう。80歳。80歳までやる。単純にあと50年。うん、50年かける12でしょ。何曲になる600曲、うん、そこまでいったらさすがにメディアも飛びつくでしょう、うん、そうね、ギネスもんだね630曲630ヶ月連続で曲を作ったやつら、うんうん、ギネスとかに乗りたいよね、うん、なんか名誉が欲しいですよね、やっぱそうね、なんかこう分かりやすい何かがね、うん、あったらいいね、それもね、やっぱ時間をかけてやってるんで、うん、そう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 、スッとは超えられないという、そうだよね、そう、それはね思う、うん、なんか例えばさ、まあたうん、ディスってきてさ、うん、なんで36曲ぐらい別にできるよみたいな、うん、とか例えば、うん、50何曲できるよみたいな、うん、でも今からやったらお前ら5年かかるぜみたいな、そうそうそうっていうのはあるよね、うんうん、まあ、そこは強みだと思いますよ、そうね、やっぱ続けることのね、そうそう、この偉大さというか継続力です ね、まあ何、俺らもこう、まあ、出会って10年ぐらいにはなるけど、うん、バンドも何個かねこう途切れ途切れにやってきたから、うんうん、それがねこう計算してみると3、4年なんですよ、だいたい一バンドにつきね、うんうん、だいたい、うん、4年、3年で今みたいな、うん、感じだから、もうそれは超えていきたいなっていうのは正直ある、うん、まあ、そんな感じかな、うん、よかったね、うん、来年もね、ほんとね、まあ相変わらずこんな感じで、1ヶ月連続、1ヶ月連続でね、1ヶ月ごとに曲をまあ上げていったりとか、うん、こうやって七種の話をダラダラやったりとか、そうそう、そういうことをメインに活動していこうかなと、はい、思いますので、皆さんも変わらず、はい、好きな時に、うん、好きなだけ聴いていただけたらなと、はい、思います、はい、はい、ということで、まあ振り返りというかなんかね、ほんと雑談の回ですね、うん、今回は振り返れない運命ね、そうねまあまたあの来年こうまたいだ時に、うん、言い残したことがあればそこで、そうやね、補っていこう、ああということで、今年最後の七種の話、はい、お送りしました、はい、うん、なんだ来年の抱負か、抱負、うん、来年の抱負、まあ、結構言ったけど、うんうん、ちょっと各々ちょっと言ってみようよ、おう、うん、僕はですね、うん、ちょっと最近目が悪くなったので、お視力を上げていこうかなとあ、いいね、この前健康診断でね、視力検査ガタ落ちしてたんでそんな下がってた、まあ 0.1 ずつ下がってました、強制ありで、おー、そういうことか、なるほど、じゃあ視力を、はい、上げていこうと、ブルーベリーいっぱい食べてね、ブルーベリーね、うん、目のトレーニングを、そうね、そうね僕はね、そうだな、まあまあ、まあ、相変わらず、まあ、やっていこうかなと思うんですけどね、まあ、音楽的にもそうですし、ね、まあまあ現状維持ですか、ね、いいのかお前なんかねこう高みをこう目指すっていうこのね気持ちのなさね、うんうん、まあ彼らしいですけどね、そうね、まあそうね、豊富か難しいね、1ミリでもいいから、なんかそうね、声優さんに会いたいあ、いいと思います来年こそね、声優さんに会いますよ、ああ、いいと思います、う
ね、あこんな人に曲書いちゃったみたいな。ああいいですねいいですね、それやります。あ、うん、楽しい。アニメに出ます僕。ああ素敵素敵僕は大興奮ですね、はい、そんな。じゃあもう七子でアニメ出よう僕ら声優になろうあ僕らがなるそう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 マジで、うん、そういうつもりでね。ああなるほどね、心意気でね。じゃないとだって会えないでしょ。そうそうね、その欲そうそうね、うん、声優になってスタジオで会っちゃうみたいな、うん、なるほど。一緒にアフレコして共演しちゃう、うん、共演しちゃおうみたいな。上等じゃ。よし、じゃあ来年の目標はそれで。よし、じゃあそれでいきましょう。はい、ということで、じゃあ七子の話、はい、あと七子のライブラリー、はい、両方これからもよろしくお願いします。お願いします。ということで皆さん良いお年を。良いお年を。またねー。